は？今何年つった？天文20年でございます。いつだよそれ。は？教科書、教科書、教科書、あれ？ない。どこだよ教科書。信長様。なんだよ。先ほど信長様のお命を狙った者は弟君の信行様の刺客かと。兄弟なんでしょ？なんでそんなこと。兄弟だからです。今織田家が家督争いの真っ只中にあることすらお忘れですか。信長様と信行様、どちらが織田家を継がれるか、お父上の信秀様も決めかねておられるんです。そうなの。とはいえ本来家を継がれるのは嫡男である信長様、つまり信行様にとって信長様は邪魔者以外の何者でもない。はあ、意味わかんねえ。どんな複雑な家庭環境なんだよこの家族。だからか、だからあいつ俺と入れ替わって。あ、実はさ、もしお主が偽物と知られたら織田家家臣に斬り殺されるぞ。いや別に。くれぐれも信行様にはお気をつけください。そんなの俺は信じないからな。兄弟が殺し合うなんて、そんなことあるはずないだろう。